ぼう。めっちゃかっこいいよこれ。本当。アニョーン。アニョーン。ヨブとヨブチャンネルのジェット。おヨネです。本日はですね、私の彼女およねが韓国アイドルのメイクをしてみたらどうかなと思って動画を撮影しています。で、アイドルの中でも今全世界で大人気の BTS さんのメンバー一人を真似してちょっとメイクをしてみたいと思うんですけれども、でも私あんまり人にメイクをしてあげたことがなくてですね、うまくできるかどうかちょっと不安なんですよね、正直な話。前からねちょっとやってみたいと思ってたんで、うん、ね、してみたいと思います。頑張ります。ではベースメイクをしてきたんですけど、ファンデーションがですね、私の肌に合うやつしかなくて若干白目に仕上がりました。オープン。白い。この間めっちゃ焼けたからね。そうそうそう、海でね。余計に合わない肌にね。顔から上だけ白いね。ね、ちょっとここからアイメイクとかをしていきたいと思います。はい、じゃあスタート。一応チョングクさんっていう方がいらっしゃるんですけど、チョングクさんのメイクを真似していきたいと思います。シェーディングをして、シェーディングをちょっと四角くしたいと思います。はい、あとノーズのシェーディング。やっぱもう鼻が高いからね、チョングクさんも鼻が高いからいいんじゃないかなと思って。ハイライトを上げます。鼻を高く高く。陰影を上げます。目のアイホール部分に。唇の下も。眉毛。濃い。ちょっとローマ人になった、うん、テルマエロマエに出てくる人みたいになるよね。なると思います。もし視聴者の方で BTS のファンの方がいらっしゃったらごめんなさいね、なんか私が自信があんまりなくて。チョングクさんは結構垂れ目だから、垂れ目を作っていきますね。で、開けてみて。アイライン、あと眉毛のマスカラ。顔ツヤをちょっとなくす。上向いてください。うんって、うん、そうそうそう。私見て。もうしなくて。唇。いいんじゃないですか。どうですか。あ、垂れ目だね。うん。すごい垂れ目になった。垂れ目に なりましたよね、うん。ポイントはこの下の涙袋。うん、頑張って俺予防はね、涙袋ないんよ。涙袋作ろうと思ったけどできんかったん。目が飛び出とるけんね、うん、でもまあ、うん、一層中性になりましたね。ほんと、とりあえず髪の毛やってみましょう。どうしてもこういうのがやりたい。大丈夫かな。かわいい。めめもつけてくるね。見てこよう。怖すぎてできない。怖い。目つぶらんといて。すぐ終わるから。だって当たるもん目に。なんか、うん、ここ見て。
こうだよ、こう。大丈夫、大丈夫。目を大きく、目を両目、両目とも大きく。大きくね。大きすぎて入らない。上と下をこうやってやる。そう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 。そう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 。そう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 。お、できた。わあ、できたできた。わあ、かっこいい。はい、皆さん、およねがコンタクトをつけてきました。私の目に合わせて度数が入ってて、この人何も見えなくて、私が連れてきました、とりあえず。うん、何も見えない。生まれて初めてコンタクトレンズをつけましたね。どうだった？でも生まれて初めてにしては結構早めにできたね。うん、怖いっつって怖い。でも難しかったね。でもうまくできたよ。はい、オープン。めっちゃもうなんかかわいいです。見えないよね。何も見えません。なんか輪郭がぼやっと見える。うん、なるほどね。いつも私がメガネ取ったらそんな感じ。つらやべえよ、もうめっちゃかっこいいよこれ。本当、あのコンタクトしたらなんか全然違う人物になりましたね。エルブーン、つらいよ。かわいいですね。オンジェナ、カムサヘヨ、つらいよ。네, 이상으로 오늘 메이크업 영상을 한번 촬영을 해봤습니다. 이 영상이 마음에 드셨다면 구독, 좋아요, 댓글까지 여러시고 내가 해시마. 그럼 다음에 또 만나요. 안녕. 바이바이. 바이바이. No, I'm not angry. I got better things to do.